何ですか。俺ちょっと神社に行くのが好きなんだよ。うわー、俺神社に行くの好きっていうやつめっちゃ嫌いやねん。なんでやねん。ええやろ。いや、あの神社によく行くねんとか、うん、あの神社に行く習慣があるねんっていうのは分かるねん、うん、な、何急激な神社行くの好き宣言。いや好きやねんからええがんの。いや、あのさ、あの、うん、電車な、しょっちゅう乗ってるやつはわざわざ電車好きとか言わへんねんか、うん、あんま乗らへんやつに限って俺めっちゃ電車好きやねんかとか言いよねんな、うん、あと一人焼肉とかも普段からやってるやつはあんま好きとか言わへんねんな、うん、もうパーティーピーポーに限って、いや俺意外にさ、あの一人焼肉とかめっちゃあるからとかほざきよんねん、うん、その類違うやろ。何と一緒にしてくれてんねん。いや絶対そうやん。いやいや、ほんまに好きや言うてんねん。だからこう地方で仕事とかあったらな、こう近くに神社がないかなと思ってネットで調べて、ほんでバーって行ったりしてるもん。なんで地方で行くねん。何がやん。家の近所のやつ行けやお前。わざわざね、地方のやつ行かんでやお前。どうせあれやろお前、家の近所の神社行ったことないやろ。行ってるわい。バカい。1、2回少な。何がやに行ってるやろお前。1、2回少な。あ、あれか、引っ越したばっかりとか。5年住んでる。全然行けへん。何がやねん。全然行ってへん。行ってるわよ。よく神社好きとか言えたなお前。違うやんか、やっぱこういう仕事してるから不規則やん。だから家の近くの神社行かれへんやん。24時間営業や。コンビニみたいに言うなよお前。何やその言い方。近所のちっちゃい神社は大体夜通し開けてくれてんのよ。夜中に行くんは失礼やがな。じゃあ早朝行ったらやろな。そんな朝早い仕事ないやろ。起きられへんやん。頑張れ。全然神社好きちゃうやんけお前。いや、なんかこういうのを言うとあれやけどさ、なんか近くのこの小さい神社はさ、なんかご利益もこじんまりしてる感じするやん。最低かお前。お前全国の神社できんなんぞ。なるわけないやろお前。なるわそんなもんお前。ちゃうやんか。なんかこの家の近くの神社ってさ、やっぱいつでも行けるっていう距離にあるからさ、ないがしろになるけど、やっぱこの地方の神社とか行ったらテンション上がるやん。お前これ完全に不倫するやつの言い分やん。誰がよ。ああそうか、お前はあれやな、あのいつもそばにいてくれる神様をないがしろにして、お前は地方妻を大切にすんねんな。地方妻言ってるやんけお前。地方神な。地方妻やろお前。地方妻みたいなもんや神なんか。誰がよお前。違うがな。えいやでも行ったらテンション上がるやんか。いや何がやお前。大体お前神社何しに行くねお前。お参りに決まってるがな。お参りしてどうなんのお前。心現れるやん。トイストーリー見るより何と比べてんねん。いや確かにトイストーリーも心現れるけどさ、神社はまた違った現れ方するやんか。そうなんだ。だから今度地方で仕事ある時一緒にな連れてってやるから。だからなんで地方や。何がやねん。なんで地方で連れてくねん。近所で行け。地方の神社は一生に一回行けるかどうかのチャンスやん。お前これ考え方完全にワンナイト神やん。ラブみたいに言うなよ。何やワンナイト神って。最低やなこいつお前。ええから、だから今度な地方で仕事の時一緒に連れてって楽しさ全部教えてあげるわ。断るラグや。ええラグや。何その新しいツッコミ。ラグや。お前言ってるやろ。言ってるよ言ってるよ。もうラグで行けよ。ラグで行け。ラグラグかい。ラグル当たり前やろお前。ラグル。そうや。どういうことや。ええわもう。だって神社行くやろ。行くな。で行ったらいろいろルールがあるから。ルールな。まずこう鳥居があるがな。鳥居の前でこう一礼してから中に入る。出た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 。鳥居の前で一礼ハラスメントな。何やその言い方。あれマジで勘弁してくれ。もうあれ一人がやったらもうみんなやらなあかん空気なんで。そういうもんやんか。そもそもさ昔誰もやってなかったやん。はあ、やってなかったでしょ昔なあ。お前もやり始めたの5年前ぐらいからやからな。大人になったんやん。35歳で。おい。お前35歳で大人だった。お前もだから早い大人の仲間入りせえ。そもそもあれ何の一例なの。お辞儀何がやねん。あれ鳥居って言うとさ、言ったらコンビニで言うところのさ、うん、あの自動ドアやろ。バチ当たるぞお前。全然違うわ。でもそうやんけ。いや違うがな、はい、鳥居っていうのは言うても玄関やんか。あ玄関な。だからお前友達ん家行くやろ。ほな玄関開けたらお邪魔します言うがな。まあ言うがな。それと一緒やんけ。じゃああれや、中にある鳥居な、神社の中に結構鳥居あるやん。あれはお辞儀せんでええねんな。いやせなあかんよ。なんでやねんお前。家の中で何回もお邪魔しますって言わへん。いやでも玄関入るわな。 お邪魔します言うやろ。言うよ。であのリビング入る時もお邪魔します言うやん。まあ言うわ。もうこれで仏壇開けてお邪魔します。めちゃくちゃヤバいやつやんけ。ご先祖様に挨拶せえよ。大体お前神の話してるのに仏出してくんな。いやねんお。ええー、から鳥居の前やねんか。せえよそこは。もう挨拶するシステムやねん。ああそうなんやな。そうや。ほんならお前京都の伏見稲荷の千本鳥居全部お前見せよ。腰砕けるわお前。やれよお前全部やれよお前。1000回もやっちゃうから腰いかれてまうやろお前。やれよお前の
のシステムやったらそれやるべきやろ。そこは最初の鳥居の前でやや長めのお辞儀1回でチャージシステムあんのか。あ、ここでフルチャージや。やや長めで、長め、うん、いつもより数秒長めでいけば大丈夫や。いつもより数秒で、うん、999分いける。いけんの。いけるから。嘘つけや、やや長めで無理やろそんなもん。いや、そ、長くやりすぎたら逆に後ろ長蛇の列がなるやろうが、まあまあまあ、とりあえず鳥居の前で一礼するというなルールやから。そうなんだ、うん、でこう中に入るやろ。入るわ。真ん中はなんか通ったらあかん、ね、なんで真ん中通ったらあかん。これ神様の通り道って言われてる。へえ、あ、神様真ん中通んねや。そうそうそう、言われてる。え、じゃあ留守の時あるってこと。いや、そういうこと違うよ。え、最悪や。いや、違う違う。いや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 、目当てで来てるのに。いやいやいや、おらへんときは。おるおるおるよ、それ。おんの、うん、絶対おる。おる。何があってもおる。おるおる。ほんなら真ん中解放してくれてもいい。いや、通るやん。じゃあ留守のときあるやん。いや、留守やん。いや、通ったとしても、うん、神様ここな、うん、シュンシュンっていう感じやから、うん、あ、神様って早いん。あ、めっちゃ神様。神様ってどっちかというとゆっくりのイメージから。神やぞ、お前。神様ビャダーン、シュシュンや。でもな、通るから。どこ行ってんの。どこでもいいやん。いやいやいや、そんなだって本来おらなあかんやん。本来おらなあかんのにさ、そんな急いでバー行くって相当な用事ないと。神の行き先とか知らんでええやん。いや、好きになるやん。なんでそれシュンシュンで一瞬で終わんねやろ、また用事も。だからあれや、神社に行きたくてもな、行かれへん人おるやろ。まあおるな。そういう人のところにわざわざ出向いて帰ってきてんの。あ、それはすごいいいことや。おや、デリバリーシステムな。デリバリーっていうのなんか安くなるやろ、そうなったら。それはいいことや。まあまあ、だから、それ真ん中通ったらあかんちゅう話や。分かった分かった。それがバーって進んでいくやろ。ほんなら、そんなに手水舎があるから。手水舎。あ、こう手を清めてな、口をすすぐところ。はいはいはい。俺さ、あれ前から思ってんけどさ、うん、あれ水道の方がよくない？絶対あかんぞ、お前。なんちゅうこと言ってんねん。いや、だって、みんなも冷静になってよね。あれだって、なんか年がら年中、ほら、野ざらしになってる。野ざらし。お前絶対あかんぞ、そんなこと言うたら。野ざらしになってるな。あれ清めるには適してないって。いや、ええねん、あれで。あれでやんの。そう、あれがええねん。じゃあせめてあの傍らにさ、あのハンドソープとマウスウォッシュ置いててくれ。絶対あかんやろ、お前。なんでそんな滅菌のもん置くねん、お前。清めようと思ってる気持ちは大切にして。そんなもん置いてみ、お前。雰囲気出えへんがな。雰囲気でやってんねん。言ったな、お前。はあ、雰囲気やってんな、結局は。いや、違うがな。そう、大事や、雰囲気も。空気作りや。いや、俺確かに怪しいと思ってたんですよ、結構。いや、山の中のね、神社とかやったら、あ、あれはこれはもしかしたらあの湧き水かもしらんなと思ったけど、都内のど真ん中のあれはな、やもんな。やもんな。お前ほんバチ当たるぞ、お前そんなに。ええねん。でもそうかもしらへんやんけ、ほら。もうそこはそれでええから。ほんでこう手極めてな、口つづいた後は賽銭箱にこうお金を投げるわけ。なんでお金入れんの。感謝の気持ちやんけ。感謝の気持ちは分かるけどさ、神様お金使うシチュエーションないやろ。どうしてんねん神様。え、神様え使うシチュエーションあった。募金してんねん。神様募金してんねん。ああ、え、じゃああれは何、賽銭箱じゃなくて募金箱。賽銭箱や。どっちやねんお前。え、じゃあ賽銭箱にお金入ったやつを神様は一回取り出して、それを募金箱に入れてるってこと。めちゃくちゃ二度手間やないかお前。維持神社の維持今まで言うな。そやろ、最初からそう言うといたらええねん。触れてはいけないとこもあるやろがい。なんでお前が神社側の意見になってんの。当たり前やろがい。え、賽銭箱を入れるやろお金を。お金入れろ。ほんで2例2拍手1例や。まあな、そこは引っかからへんのかよ。今まで全部に噛みついてきてたからお前。噛みつくとこなんもなんもないやろ。いやいや、なんで221やねん、111やろがいとか言えよ。どう考えてもあれは221やろ。なんやこいつ。そこは引っかからへんのかいな。まあ、ええわね、2例2拍手1例した後にや。言うたらな、ここ神様へのな、ここ感謝の気持ちを唱えて。感謝の気持ちね。最後に自分の名前と住所を伝えんねん。なんで住所伝えんの。何がやねん。え、なにお前、お歳暮待ちか。なわけないやろ、神様くれるかそんなもん。何やねん。いや、家を守ってもらうねん。家守ってもらうとか、そんなもんお前、アルソックに頼む。誰に言うてんねん、お前。現実的な話しちゃうから。なんでわざわざ神様に言うねん、お前。忙しいねん、神様は。大丈夫、神様、毎日こう守ってくれるから。毎日来てくれるの。そうや。シュンシュンで。ああ。シューンって来て。来て。家異常なしでシューン帰る。そうや。家の近所の神社行けや。何がやねん。なんでそのわざわざ地方の、なあ、神様が遠出やっと来て、シューン来て、異常なしじゃーん帰る。近所で行ってたのがいいがな、お前。神様瞬間移動できるから。新情報やぞお前。神やぞ。え、瞬間移動できる。そうや、だから毎日シュンシュンって行くねん。シュンシュンか。ああ、神様やから、もうシュンやから、シュンってなったら消えたらこっちがシュンって。ああ、そうや。
シュンシュンってくんの。ああ、ほなお前神社の真ん中開けてくれよお前。瞬間移動できんねんからお前解放してくれやそれお前なあ。神様の通り道いらんやんて。シュンシュンでいけんねんからお前。瞬間移動の助走に使うねん。助走当たり前やろお前、助走いるやろ何かするときは。瞬間移動に助走するの。ああ、え、神社の中を猛スピードで神様バーいって取り抜けた瞬間瞬間移動。そうや。まさか神様がバックトゥーザフューチャーと同じシステム。いらんこと言わんでええわ。ええねんそんな話は。でもお前そのシステムやったらさ、お前瞬間移動した瞬間急に止まられへんからバババババって隣の家行ったりするんだよ。何の心配してんねんお前は。バー行ってまうぞ。大丈夫や、神様やねんからビターって止まれるわ。ビター止まれんの。でもお前そんなこと続けてたらお前膝壊すよ。ええわ膝とか。神様大丈夫や、膝壊したら助走できんくなるからな。神様はそもそも浮いてんねん。浮いてる。おい、だから膝壊すことないやろお前。だって考えてみろよ、神様見るときはこうやって上見上げるわな。あ、確かに神様ってこうやってやるもんな。そうやろ。じゃあ通り道上につけろ。もうやれよ。どうもありがとうございました。